今回はですね、エレキギターの鳴りについてですね、ちょっと好き勝手に、えー、語ってみたいと思います。で、まずですね、エレキギターの生でのなりですね、アンプにつながずに、こう、ただギターだけを持ってこの弾いた時の生でのなりですね。これはですね、東方のこれまでの経験上で言いましたら、この生でのなりっていうのはですね、アンプにつないだ時のアンプから出る音。 とはなななかなか直結しいいいい場合が多いっていう,ふうに思っていますですから、えー、分かりやすく言うと生で弾いた時に非常に良くなってですね、まあ、弾き心地もいいギターがアンプにつないでもいい音が出るかっていうとですねそれはなかなかですね直結しない場合が多いっていうことなんですね ですから当方もエレキギターを選ぶ際まず、えー、アンプにつないで、えー、弾く場合もですねまずはボリュームを絞ってもうゼロの状態にして生のこう弾き心地とか音っていうのを必ず確かめますけれどもその時にですねものすごくなったからといってあこれはもう決まりだなみたいな感じでそれを、えー、基準にすることはあまりありません。 だからあくまでもやはりアンプにつないだときにどんな音が出てくるかっていうことですね。それを重視しています。でもですね、当然、あの、ギターですね、エレキギターだけど、まあ家でそんなにアンプを使って大きな音を出すこともなくて、本当に生でいつも練習も演奏も楽しむ機会が多いとおっしゃる方はですね、非常生で弾いたときの音っていうのを重視されるのがいいと思いますけれども、 まあアンプで弾くことも多いという方はやはりアンプに繋いだ時の音っていうのをですね重要視した方が、えー、いいと思います。でこのですね何も繋がずに生で弾いた時のこの鳴りですよね。でこれは、えー、正直言いましても販売価格がですね1万円以下ぐらいで売ってるようなエレキギターでもものすごく生、えー、すごく鳴るギターエレキギターっていうのたくさんあります。 でもそういったギターもですね、やはりアンプにつなぐとすごくこう音が薄っぺらかったりですね、ノイズをすごく多く拾ったり、えー、っていうようなことが非常に多いので、やはり生鳴りだけで選ぶっていうのはちょっと違うかなと、東方の場合は思っています。で、あとはアンプにつないだ時の音ですよね。で、これは当然搭載しているピックアップ。 によっっててもも大きくく変わってくるんですけれども、えー、特に東方シングルコイルが好きで、えー、シングルコイルとマッチングがいい、えー、ギターっていうのが非常に好きなんですけれどもやはりピックアップもですね、えー、そのピックアップそれぞれですね非常においしいこう周波数帯まあシングルコイルでも割とこう低音の刻んだ時の感じがすごくいい心地いいとかですね何、えー、かハーフトーンの時に。 非常にこの超高音域、高域の成分がすごく気持ちよかったりですね。そういった特性ってあると思うんですけども、やっぱりその搭載しているピックアップ、一番美味しい周波数帯をそのギターがそのマイクに対してですね、提供できるのか、その辺のやはりバランスっていうのが一番重要じゃないかなと思っています。 でもですね当方の経験上最初からついているピックアップで満足できない場合はですね何か大抵どのピックアップをこう乗せ替えてみても満足するサウンドに変化するっていう経験はちょっと今のところはないですね。やはりこう音がちょっとこう太くくなったとかですね、えー、よりちょっと中域の感じが心地よくなったぐらいの変化はあるんですけれども やはりこう本当に芯の部分のなり方みたいなものはやはりそのギター自体が持っている特性なのでなかなかピックアップ交換しただけではそういったそのギターが持っている欠点をですね補えたりっていうことはなかなか今までの経験ではなかったですねから逆に言うとやはりその元についているピックアップの音がある程度も満足できるような音でしたら その他のピックアップを乗せた時もですねやはりそのギターのその元から持っているえ音の粘りであったり芯がきっちり鳴っているような感覚っていうのはですね失われることはあまりないかなと思いますで全体的に言うとやはりバランスの悪いギターっていうのはですね何かこの辺のオープンコードをガーンと弾いた時はすごくなるんですけれども例えば1弦2弦あたりのハイポジションの えー、単音弾きですね。一本一本こう弾いていくときなんかになると、途端にですね、もう音がペキペキの音に、えー、なってしまうというギターがよくあります。このハイポジション、1、えー、弦あたりなんかも音がペキペキだとですね、もうマイクがシングルコイルの場合なんかだと本当に最悪なんですよね。もうペキペキなのに、えー、まあシングルコイルなんでハンバッカーに比べるともう音質的にもやはり、えー、低音とか中音が出にくいので、 よりペキペキ感がですね、薄っぺらい感じっていうのが強調されてしまいます。ですからやはり当の場合は、えー、まあ全体的なコードの響きとか、えー、もそうなんですが、えー、ハイポジションのこの1弦2弦あたりがしっかりですね、気、えー、を叩いてるような音、アタック感っていうのが出るかっていうのをですね、えー、しっかり確認してからですね、ギターを選んでいます。 で、この、えー、ハイポジション一弦あたりのこの音の薄っぺらさっていうのはですね、よく、えー、それだったら弦高をすごく上げてみたらどうだみたいなことを、えー、言われることがあるんですけれども、このペキペキ感っていうのはなかなかですね、弦高を弾きに行くぐらい上げても、えー、ペキペキ感っていうのが残るんですね。だからこれは本当に、えー、不思議なんですけども、やはりしっかりハイポジションを鳴るギターっていうのはある程度弦高を下げても、 しっかりで当然ですね、えー、フレットの、えー、頂点が全然不揃いでですね、えー、きちんと調整できていないギターなんかはもう全然論外なんですけれどもやはり、えー、音が薄いギターっていうのはしっかりすり合わせフレットのすり合わせなんかをした後でもやはり薄っぺらい感じっていうのはなかなかですね、えー、なくならないっていう印象を持っていますね。 で、ギターのですね、生での鳴りの話に戻りますけれども、それだったら、えー、アンプカラの、えー、音が良ければいいかっていうふうに思うと思うんですけれども、やはりアンプカラの、えー、音に深みがあるようなギターっていうのはですね、当然生鳴りも非常にですね、えー、先ほども言いましたけども、木の芯の部分、えー、木の奥の部分っていうのはですね、しっかり、えー、鳴っている感覚っていうのはあります。で、これはですね、実際、 えまあ生鳴りだけでは分からないよっていうふうに最初の方ではえ言ったみたいなもんなんですけれども実際これですねたくさんのエレキギター弾いてくるとですねやはり生鳴りだけでもその芯の部分がしっかり鳴っているギターかっていうのはある程度分かってきます。ですから東補の場合ももう生で弾いた時点でですねある程度は分かるんですけれどもやはりえ最終的な えー、決定を下すすいうののはやはりアンプが必要になってきますねでも最初のうちはどうしても、えー、オープンコードなどジャーンと鳴らした時にすごくですね生の音っていうのが派手になるとやはりそこにですね、えー、心を奪われてしまうっていうのが正直、えー、どなたにもあると思いますけれどもやはりそういった生の派手な鳴りだけが、えー、リキギターの場合は全てじゃないと、えー、いうことをですねちょっと、えー、覚えておいてください。 あとはそうですね、えー、こういった生鳴りのことについて、よくですね、えー、ネットとか昔の雑誌とかでも私も目にしたことあるんですけれども、例えば、エレキギターの音っていうのは、もうネックが80%なんだよピック、その残りはもうあとはピックアップだよみたいな感じでですね、書かれているような記事、まあ、それに似たような感じのですね記事とかはよく目にしたことあるんですけれども、 まあ個人的にはですね、えー、そういったものではなくて、やはりエレキギターの場合はもう全体のバランスだと思います。で、実際に東宝も動画撮影でよく使ってます、サーのテレキャスターですね。これのネックをですね、えー、国産のストラトのボディにつけたことがあるんですね。で、それも人 1, 1回ではなくて、えー、3種類ぐらいのボディにつけたことがあるんですけれども、えー、もうどのパターンも全く 全くい,い音がししませんでしたで非常に薄っぺらい音しか出ないんですねその辺りはですね非常にやはりこうネックのジョイント角であったりですねジョイント部分のこの、えー、接地面の状態であったりそういうことも影響するとは思うんですけれどもやはりネックとボディのその材の相性とかっていうのも非常に大事だと思いますね。 でえー、サーのそのテレキャスターのネックをサーのボディにもつけたことありますサーのストラットのボディにもつけたことありますがそれも全くいい結果が出ませんでしたねですからやはりエレキギターっていうのは、えー、ネックとボディとか後のパーツのバランスだというふうに思っていますですからまあ,あのギターに関してはですねもうこうすれば絶対いい音が出るよっていうようなことはまず、えー、ないんじゃないかなと思っています で今回も、えー、どん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 動画が長くなっていますけれどもあとはですね、えー、よく生徒さんでもですね、あのー、音の伸びサスティーンについて、えー、すごくこう音がのこのギター伸びるんですよみたいな感じで言われることがよくあるんですけどもこのサスティーンに関してもですね結構、えー、誤解されている方が多いと思いますでこれはですね、えー、皆さん結構生でこう派手になるギターの方がですね えー、サスティーンが伸びると思われてることが多いんですけれどもやはり生で派手になるギターっていうのはそれだけですねボディの材とかネックの材が大きく振動していることが多いんですねでやはり大きく振動するっていうことは実際ですね音を出す時っていうのは弦を振動させますよねでこのボディとかネックの振動っていうのはこの弦の振動を逆にですね打ち消してしまう可能性も非常に高いんですよね ですからこの音の伸び、サスティーに関してなんか言うと東方がこれも動画でも使ったことありますがジャクソンのですね、スルーネックのディンキーのモデルを持っているんですけれどもそれなんかはですね、非常にこう塗装も分厚くてで生でなった時も,もう本当にペキペキの薄っぺら音しか出ないんですけれどもサスティーに関してはこっちのギターの方が。 非常ににに性能的にはいいいように思いますですからそのボディとかネックの振動をですねしっかり抑え込めてるギターの方がサスティーンだけのことを言うとですねどのポジションも安定する可能性が高いと経験上思っていますでこのサスティーンに関しては東方の場合はですね非常にこう自然に音が減衰してくれるギターっていうのが非常に好きなので えものすごく音が伸びてしまうギターっていうのは逆に弾いていて非常に気持ち悪いです。で一度ソリッドボディのナイロン弦のギターっていうのを持っていたことがあるんですけどもそれなんかはもう5弦6弦あたりですねいつ音止まるんだぐらい音伸びるんですよね。でそんなギターはもう弾いていてもやはりなんかこう邪魔をされてですねその音の伸びに。でこううまくつながりよくフレーズが弾けない弾きづらいということはありました。 から、s ス s t に関してもですね、やはり長ければいいっていうものでもありませんので、やはりそのあたりもバランスですよね。で、あとはですね、ギターをこう弾き比べるときにですね、それぞれのギターの音の違いっていうのは、えー、ある程度大きなアンプで、えー、しかも、えー、性能も音もいいアンプに繋がないといけないのかっていうことなんですけれども、これはですね、えー、特にその違いがわかるわからない、 っていうことだけで言いますと、当方がいつも使っている撮影で使っているようなボスの JS10 みたいな、えー、小さいトレーニング用のアンプでもですね、十分そのサウンド、そのギターが持っているサウンドの違いっていうのは十分わかります。で、こういった小さいアンプのいい点っていうのはですね、スピーカーからの音をですね、直接こう耳で聞くことができますよね。で、大きいアンプの場合は割とこう足元に置いたりして。 えーこう壁に反射した音しか耳に入らないようなことが多いと思うんですけど割と小型のアンプっていうのは直接スピーカーからの音聞くことができますのでそういったところでですね音の違いっていうのは逆に分かりやすい場合がありますで当然ですね弾き比べるときなんかはいろいろな種類のアンプにつないでえ試せたら一番いいんですけれどもえまあ自分がですね普段え使う環境 に近いいいいもののっていうのがやはり当然いいと思いますということでですね、えー、今回も偉そうに、えー、好き勝手にギターのなりについてですね、語ってみましたけれども、とにかくですね、エレキギターのサウンドに関することっていうのは非常に奥が深いですね。えー、サウンドを決める要素っていうのも,もう数えきれないほどありますし、えー、先の動画でも、えー、フレットによるサウンドの違いもありますし、えー、塗装による サウンドの違いっていうのもありますからそういった要素を入れていくとも本当にですね、えー、まあこうすれば、えー、絶対いい音が出るっていうような、えー、正解っていうのはないと、えー、言えるかもしれないですね。とにかく、えー、ギターの場合はもう全てのパーツ全ての材ですね、えー、バランスが、えー、しっかりしていないと、まあ、いい音が出ないんじゃないかなとまあ正解があってないようなですね、えー、ものだと思います。 すでにですね、もう最高の一本っていうのを見つけられた方も、えー、いらっしゃると思いますけれども、まだまだですね、気に入ったギター、出会えていないとおっしゃる方もですね、今回の動画を少しですね、参考にしていただいて、最高の一本っていうのを探してください。以上で終了いたします。この度はご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。<music>